い、じゃあよろしくお願いします。今回は高校数学数 B の全化式4をお送りします。で、これで全化式4本目でずっとね、こう問題演習やってきてて、で、いつも2問だったんですけど、ここだけ1問やっていきます。なぜなら板書が多いからっていう。だからこの問題がね、できそうな子はぜひ動画を止めてやってみてください。で、ちょっと確認してもらって厳しいと思う方は今からね、自分の方が解いていきますんで聞いてもらえたらと思います。いいかな。じゃあ早速ね、この問題取り掛かっていきますので、どうぞよろしくお願いします。押しちゃいきましょう。で、まあ、今回は今までとどういうふうにタイプが違うかっていうと、ぜひね、前回の3の問題ちょっと見比べてほしいんですけど、前回何が特徴だったかって、an プラス1とか、その an にこうやって係数がくっついてる。で、その時は、これを x って置いて変形しようねってのやったんです。で、今回も似てます。係数くっついてるから。けれど、前回と何が違うって、ここに文字が入っちゃうの。前回はここが2とか4とか3とかになるんだけど、文字が入る。で、そうなると、またガラッと変わります。解き方が。で、超めんどくさい、ここ。書く量が多いんですけど。で、どうやっていくか。いや、ここに係数くっついて、3があるからね、x って置こうか。で、それだと解けないんです。で、どうやるかっていうと、もう1行目ですね。こっから始めるっていう。a の n プラス2マイナス a の n プラス1を計算します。これをね。で、まず、ちょっとこれはね、後で書きます。で、引く an プラス1ってのはもろにこれのことね。だから、これをそのまま代入すればいいから、3an プラス 4n です。ちょっとね、今声を枯れてて、ごめんね。申し訳ない。じゃあ、これどうするかっていうと、これはですね、この式の n のところに n プラス1を入れてください。そうするとどうなるかっていうと、ここに n プラス1が入るから、a の n プラス2になるんだよね、ここ。で、イコール3倍の a の n プラス1。で、忘れちゃいけないのが、ここも n プラス1に変わるんで、4を配ると、まあ、配んなくてもいいんだけどね。まあ、先に配っちゃいます。どうせ配るし。こうなる。今、a の n プラス2っていうのは、こうなってると。だから、それを入れてあげてください、ここに。ちょっとね、狭かったなと思ってるよ。プラス 4n プラス4。こうだね。で、これ計算すると 3an プラス1と 3an がで、まあ、マイナスだね、出てくるので、先でも3でくくっちゃいます。こう、今こことここね。で、 4n はですね、マイナス 4n になることが消えてしまうので、こうやって、で、残るのがプラス4となる。で、ここで何やるかっていうと、こいつを bn って置いてください。この部分を。で、bn って置くと、bn イコール、an プラス1マイナス an と置くと、ここ bn じゃないですか。これが bn プラス1になります。b の n プラス1イコール3倍の bn だから、3bn プラス4。で、一応、初項も出した方ね。b1。で、初項はですね、ここに1を入れます。b1 イコール a2 マイナス a1 になります。a1 はいいね。1って書いてあるから。で、a2 どうするかっていうと、a2 はここに1を入れます。ね、あっちこっちにちょっとね、わかりにくいと思うんですけど、1を入れると、a2 イコール 3a1 プラス4になります。4×1 なんでね。で、A1 が1なんで、3足す4になるから、A2 7なんです。だから、7引く1で、B1 は6ってわかります。で、ちなみになんでこれが B の N プラス1になるかっていうと、この置いた式の N を N プラス1に全部変えてください。そうすると、B の N プラス1イコール A の N プラス2、こう同じね。マイナス a の n プラス1だから、もろにここになるんだよね。だから、これが、これが b の n プラス1と同じになります。で、こうなると、これ前回の動画と同じなのね。あ、
係数くっついてる、しかもここ数字だけじゃんみたいな、文字なくなってるからね。だから前回やったこれを x って置いて変形する方法で解いていきます。ごめんちょっと喉がごめん、解いていくと、でやっていくと、ちょっと一応あれか、吹き出しつけてやるか。x なんで x イコール 3x プラス4だから、あごめんね、桁になっちゃった、バイブがこうな、 x マイナス2ですね。なのでこれを変形すると n プラス1プラス2、ここがもし、え、何これって思う方は1個前の動画見てください。そこで詳しく説明してるので、でこうなりますで、こっから置き換えなくても解ける方もいるんですけど、一応ね、今回置き換えます。この部分を CN と、と置くと、ここは、まあ、前回同じだね、 CN プラス1イコール 3CN で、必ず初項も一緒に出しておきましょう。 C1 は B1 足す2なんで、6足す2だから8になります。で、これは初項が8、項比が3の等比数列ってことが分かるので、CN イコール初項かける項比の N-1 乗と、ね、これで CN が分かりました。で、CN が分かったから、ここからは CN が分かったから BN、 BN が分かったから AN って崩していきます、逆にどんどん。で、これは入るかな、一応ね、ちょっとここに書いてもいい、もう下入んねえよね、いいね、ちょっとごめん詰め込むけど、よって BN、 この式使ってください。ここ、この CN のとこにこれを入れてプラス2をこっちに持ってくればいいから、 8×3 の N-1 乗を持ってきて -2 ってことで BN が分かりました。で、最後 BN と AN をつないでる式はここです。で、これ本当にちょっと簡単なやり方があるんですけど、一応オーソドックスなやり方やらせてください。これね、 BN ここに入れ直すと、AN プラス1マイナス AN が 8×3 の N-1 乗マイナス2となってます。で、これはちょっと前にやったように、隣の項を引いた時に N が出てくる、式が出てくるってことは、これ解差数列なんだよね。つまり、あ、これ解差なんだと思って解いていくので、解差だから必ずこっから始めると、 N が2乗の時で、あ、AN だね。AN イコール、AN を出したいから、A1 プラスね、公式は A1。で、A1 ここにある1だから、1プラス、シグマ、K が1から N-1 のこれをぶっ込みます。8×3 の N-1 乗、マイナス2と。で、あとは解くだけです。まずシグマ、ここ、やっていくと、8はね、関係ないんで、外に出しちゃいましょう、先に。8×、で、この部分、シグマ3の N-1 乗です。これは、まあね、こう、等比数列になってるから、R-1 分の、初項1だから無視です。で、3の、ごめん、ここ、間違った、K だね。ごめん、K マイナス、今 K の中だもんね。で、ここが N-1 乗マイナス1。で、これ終了。で、シグマ -2 は、-2 に、ここのやつ N-1 をくっつければいいから、こうなります。まあ、めんどくさいね、だいぶね。で、あとはこれをまとめるだけです。ここ2になるから、約分して4ですね。で、これ配ってあげると、ちょっと1は後で書くね。4×3 の N-1 乗、これかけただけ。で、-4 が出てきて、1プラス2だから、まあ、普通に書くか、-2N、ちょっと待ってね、プラス2でしょ、プラス3マイナス3とかマイナス1かと、1となって、で N が1の時確かめなきゃいけないんで、きっと満たすはずなんだけど、1入れるとここが0乗だから1になるから、4、1を入れると引く2引く1だから、ちゃんと1になるから OK だね、満たしてると。だからこれは
時を満たすと。だからこれ答えだね、今回ね。という感じになります。これね、焦点合わせの忘れちゃった途中で。で、なんでね、ちょっと右下のスペース開けたかっていうと、これもう一個解き方があって、実はどこだっけな、これか、ここ出てきたじゃないですか。で、この後今会社で普通にやったんですけど、この問題に限ってはちょっと違うやり方ができます。で、どうやるかっていうと、こいつとこいつを連立方程式で解きます。で、これ多分ね、書ききれない。あ、ちょっと頑張るかな。右行ってみようか。どっち上の方がいいかな。こっち先書く、あ、でね、こっち先書くか。1マイナス、ちっちゃくてごめんね、 8×3 の n-1 乗マイナス2、入っておりますか。入っております。でですね、これは 3an を左辺に持ってきて書くと、プラス1マイナス 3an イコール 4n ってなるじゃないですか。で、結局今 an イコールを出したいので、あれ、両辺マイナスで引き算してしまえば an プラス1が消えるんだよね。こうやってやればここ消えるでしょ。で、ここが 2an ってなって、8×3 の n-1 乗で、ちょっとね、こっちに合わせて書きたいんで、先にマイナス 4n 書きますね。で、マイナス2が降りてくる。で、両辺、あと an 出したいから2が邪魔なんで、2で割ると8割る2をするから 4×3 の n-1 乗、2で割るからマイナス 2n の2で割るからマイナス1っつってね、ちゃんと出るんだよね、これね。そう、この問題に限ってはこれ使った方が楽っちゃ楽です。はい。けれど、まあ、このね、 an プラス1から an を引いたものがこういうふうに n を使ったものになってると。だから、あ、解座じゃんっていうところの知識の方がいろんな場面で使うので、ぜひ、まあ、これがオーソドックスな形だと思って覚えてもらって、でも、まあ、この時ってこれの方が楽だよね、じゃあこっちでやるかみたいな風に両方とも覚えていただけると、いろんな場面で、まあ、使い勝手がいいかなと思います。いいかな。では、今回は高校数学数 B の全化式丸4をお送りしました。今回もね、ここまで見ていただいて本当にありがとうございました。で、全化式ね、場所を今作ってるんですけど、めっちゃ続きます。一応今のところ丸7までできてて、まだね、多分増えるような気もするんですけど、ひとまずさ、次回丸5ね、また違うタイプの問題をやっていきますので、もしよかったらそっちの方も見てみてください。ほんじゃ、今回はこれで終わります。以上です。ありがとうございました。